最優秀中継ぎ投手のタイトルを狙う中日松山は、トップにこだわる思いを聞かれ、日本で2番目に高い山は、日本で2番目に大きい湖は、すぐ答えられないでしょう。そういうことです。トニーではダメだという思いを答えた。〇〇年はどこが優勝したかは覚えていても、どこが2位だったかなんて覚えてる人はほとんどいないからね。競馬を知らない人でもディープインパクトくらいは知ってるけど、ディープが勝ったレースの2着馬なんてよほどの競馬ファンじゃないと知らない。1位と2位にはそれほどの差があるということや。君の中日は5位だけどな。日本で2番の山を答えられる人は言っているけど5位まで答えられるのは山好きだけだ。確かに、日本で6番目に高い山や広い湖は全く知らんからな。この2番目に高い山っていろんなところで使われるし聞くから、誰かの受け売りなんだなとしか思えん。日本第2候補は北岳、広さ2番目の故障は霞ヶ浦。すぐに出てくるだろう。その程度の認識で野球やってるからダメなんだよ。例えが悪い、山と湖は結構有名な北岳と霞ヶ浦。川とかにしとけば完璧だった。2021年の記事に2番目知名度調査ってのあるけど、山川湖の順、川と湖はほぼ同じだぞ。豆知識で話題になることは多いから知ってる人は多い。そういうことを言いたいわけじゃないのはわかるけど。なんか、殺伐としたこの世の中で箸休め的な和むこの感じの回答いいな。出たこの日本で2番目にシリーズ。虎党の私は、藤波慎太郎を思い出していた。阪神時代の藤波がキャンプの声出しと時に言ってたやん。それって、大阪桐蔭の西谷監督が言ってたんかな？もしそうだとしたら、社会、地歴公民の先生らしいなぁと思う。自分は志が低いので、3位でも4位でもすごくね？って思っちゃう。なお、例えとしてだいぶすられすぎて有名になってる模様。熱い思いがあるのなら安易な方法で説明するのではなく自分の言葉でしっかりと話してほしいぞ。